さあ外に引き抜いて堀米です。ここも内側入れました。島田がキープしてもう一度内側です。水戸俊介、はい、左足でフィニッシュ。人数をかけた崩し、はい、最終的には水戸のところですけど、まあ、このファーストタッチも素晴らしかったですし、もう一度外ボックス内4人選手が待っています。ここで上げてきました。フリック、あとはやはりこのクロスの意識っていうのは非常に今日横浜市高かったんで、まあ、そこからねユーリララのこの角度のないところからうまく流し込みましたよね。高木が手を挙げて中ではかなり選手が動きます。ヘディング、新井ワンタッチで相手をかわした。長谷川匠内側入れた。高高博打ってきた。新井からのつながりも素晴らしかったです。まあ、ただあとは何といってもね、最終的に仕留めたのはねこの高のシュート、はい、外から内側にね。川原、ここから浮かしていったボール斜めに入ってきた。タイミングですとオンサイドのように見えますけどね。見えますね。ここはしっかりと決めていきました。もう、まあ、前節外してますから、はい、そことは逆の方向で、うん、ディゴ・オリベイラ、バングナガンでカシーフ、中にアドリュートンいる、クロスが入る。アドリュートンでヘッドだ。まあ、ここで一旦サイド開いたところでアドリュートンが中に入っていきましたけど、原川、松木からバングラガンでカシーフへ、ここからクロスが入る。アドリュートンこぼれては、ナミロバー、まあ、ここで一旦外ですよね。サイドに広げてバングラガンでのクロスに対してアドリュートンフリーだったんですよね。まあ、これ渡辺、寺山が運んでいく。さあそして渡辺ローマーシュート、ナイスキーパー、ただこぼれてました。原積だ、まあ、トスのミスからですけどもね、渡辺よくここで一つ溜めて、ユンカーワンタッチうまくかわした。さあユンカーだ、ユンカーエリアの中、ユンカーがどうするか、右足落ち着いて決めました。この切り返しねうまかったですよね。そして左の中村東也、菅香川の縦スパチョーク折り返し、シュートできた、小林です。最後は小林が決めましたっていうところをね、非常に感じたシーンになりましたね。菅からのパスだったんですね。そうですね。このパターン1個セレッソの打開策としてありかなと思う、はい、あ、チャンスですね。逆にチャンスになる。佐々木が抜け出してきた。キーパーと1対1シュート。空間というのを開けましたね。そうですね、はい、ここをうまくブロックしながら山崎すり勝ってこぼれたところ、待て、豊川だ。豊川決めました。でここニアに飛び込んでいった原選手がいたから、ここにこぼれたっていうところ、そこのこぼれ球に対して反応する豊川選手の抑えの効いた非常に素晴らしいゴールでしたね。はい、マテウス・サビオファーサイドヘディングシーゴール打点で捉えました。前がついてたんですけど、このステップで外されましたね。はい、いやー、まあでもいや前ひろゆき、フリックからつながる、こんなのシュートだー。金森、山岸、今野、素晴らしい振りも速い、股も抜けててね。お、奪えばチャンス、前島、山岸から右、さあチャンス、今野シュートだー、逆転。
まあ、切り返しもあるかなと思いながらも見てましたが、今度はいい角度のままシュートまで持ってきました、ね、山口 このトラップしてからのパスも速かったですし、金森が来ました。あ、入れ替わった、金森だ。素晴らしいゴールですね。これも3人が絡みましたね、はい、山岸が起点になり、今野、おー、決めた19番、繋いできます、渡辺、戻してヤンマテウス、ゴールに向かう、ボール、アンデルソン・ロペス、マテウス落として、アウトサイドないですね、中にはナムテヒ、アンデルソン・ロペス、左足振ります、こぼれ球切り返す、溜める、狙う、こぼれ球、アンデルソン・ロペス、人数かけて、そして彼らのやっぱりこの力っていうのは生きたシーンだと思いますね。ワンタッチ、そしてスルーパス、脇坂から最後山田のシュートだ。体の使い方のうまさと、来た相手も弾き飛ばしてしっかり味方に渡す、瀬古から脇坂から最後は山田、少し体開いてね、再チャレンジ、レアンドロ・ダミアン、今度は真ん中、なかなか蹴れないですよね。そうですか、はい、1回目あれだけのストップされといて、次真ん中ですもんね。フリーキックからは1得点、コーナーキックから4得点、宇佐美狙ってみた、うん、山田に決めました。まあ、壁も1枚だったんでコースはちょっと見えてたと思うんですけどね、いいバウンドで、あとはこのステップがね、ここで枚数が前線分厚くなります。伊藤が入れてきて、ホセカンテ、ホセカンテのシュート、いってるとは思うんですけどね、ここで距離を掴んで当たって、はい、岩尾、伊藤、逆サイド高橋、手を挙げている、その高橋、うん、このためらいなくクロス入れたことが大きかったですね。まあ、最終的には、ね、中野選手にちょっとおっと、これを戻したところ、安井から、リンセン、前に走らすボールを入れたことで、ルックアップできて、最終的にはまた抜けた。